次の試合が長野 A を指して僕が長野 A、 次は長野 A ですか、はい、次来ましたね長野 A。 長野 A はあれです、あ、見どころ満載、見どころ満載、見どころ満載の長野 A です。いいですよ、はい、はい、次長野高専 A チームたぬきヌタと、まあ、これはどっちから読んでもたぬきヌタ、まあ、このチームですね、何が特徴かっていうと基本的にどのチームもあのお盆を傾いたらそれを水平に戻すような機構 を搭載してるんですけど、このチームはそもそもお盆を傾けなくてもいいように全てメカニズムで解決して課題をクリアすると、まあ、見どころですね。そうですね、あの僕らこれチーム紹介しの文章でも全く分かんなくて動きを見たらもうおなるほどってそこ行くのって、そうですね、だから僕らが多分口で説明するよりは見てもらった方がいい、だからそこまでちゃんと動いてほしいですね。コンセプトとしてはそのセンサーなどはなるべく使わずにメカニズムで課題をできるだけクリアすると、あの僕らも初めて見てその手があったか、そう、その発想はなかったっていう、ぜひ注目ってタヌキに注目、タヌキに注目、じゃあ先にタヌキですか、あ、僕は探してる間にね、じゃあ、その間に三次高専品川の B チーム特徴、大車輪14式も大きいです。あの全国各地に大きなタイヤのロボットいるんですけど、サイズ制限ギリギリのもう 1.8 メートルギリギリのでっかい車輪を作ってきました。コンセプト宇宙人の乗り物で意外と1回たくさん枚数を運ぶことができます。結構これ楽しみかもしれません。ちょっと昨日トラブってたとこがあったんで、それをうまく調整してきたかなっていうのが心配なところです。じゃあちょっとここでじゃん、ね、こいつです。最初からこれを見ててくれた方には、最初かもしれない一番最初に見た人、これたぬきさんがなんかイチャイチャしてますが、僕らが昨日歩いてたら偶然見つけたこの写真、衝撃のスクープ写真あ、このロボットが長野 A、 長野ですね。初めて最初見た人はまあ これネタバラシということで、ちなみにこれ何かっていうとペットボトルが入ってるんですね。ペットボトルが入ってますね。あのエアーを貯めるペットボトルを入れる装飾なんですけど、なぜこの向きに置いたっていうさあ楽しみですよ、なんか恥ずかしい赤ゾーン長野高専 A チームロボット名はタヌキヌタ。長野は女の子が今年もメンバーをやってるみたいで、まあ、対する品川高専、品川大師、大車輪ですね。めちゃめちゃ高くて、いや、でかいし、美しいですね。あの、めっちゃ綺麗なロボット。あんまりロボコに関わりのない人は分からないと思うんですけど、これだけ大きな深淵をきれいに作るっていうのは非常に難しいんですよ。これはあのパイプを曲げ加工して作っているので、あの3つのパイプを組み合わせて作ってるっていう、つなぎ目をきれいにしながら、でもあのこんだけでかいんで、あのなんか歪んじゃうっていう問題が起きちゃったらしくて、それを解決するためにちゃんとレールにガイドをつけた、細かいところまですごい凝った設計。この車輪あの車軸がないんですよね。軸がないですね。車軸がない観覧車みたいなやつがあると思うんですけど、あんな感じで設計者のこだわり満載、すごいロボットです。楽しみ。先生のメカ結構すごい、今日どう動くかが。どちらもタイプ4の前ができるロボットということですが、見た目はご覧のように対象的です。可愛いタヌキとメカメカしい宇宙人の乗り物っていう、この試合も注目ですね。注目です。割と注目。それでは参りましょう、2回戦第4試合です。スタート、5秒前、3、2、1、出発。2回戦のボーカードとなりました。こちら18枚、長野18枚、長野18枚、品川12枚、難しいぞ、すごいぞ。これは品川もね、あんなに大きなロボットなのに案外スムーズにね、スラロームクリアする。品川の操縦うまいですよね。あ、ちょっとボールに当たっちゃった、出なかったですかね。あれ長野もうちょっと動きがあれ、どうやって試合見るのっていうコメントがありましたけど、あのストリーミングを、ね、ロボコン、高専ロボコンのホームページからストリーミング放送のページに飛んでいただいて、はい、その中の、関東甲信地区大会をクリックしていただくとストリーミングが見れます。大会の試合の方は見れます、はい、
URL 貼ってくれたコメントが。さあちょっと今両チームともトラブっちゃってるのが動いてないですね。あれ昨日はこういう試合があると思ってなかったんで準備が当日の魔法ってやつなんかあるんですよね。ありますね。テストランでは動いたけどそう動かないテストランでは動かないこういうのがなくなるようにするのも経験だったりノウハウだったりするんで。あーちょっと品川も焦ってますね。ちょっと本当はもっとグイグイ行きたかったんだけどテストランは調子も好調だったんですよ。まだ時間はありますから行けるところまで行ってほしいです。長野も動き出しました。3枚長野3枚長野高専後ろのタヌキ実は光るようにやっててそうカラフルってなんか色違うんですね。そうですね、今光ってるの多分タヌキ後ろに、タヌキが光ってるの見えてると思うんですけどこれ実は今どのゾーンにロボットがいるかっていうのを表してるんですね。でそれで操縦者がどのプログラムが実行されているかっていうのを分かりやすくあなるほどして実はなんかただの装飾に見えますけど実は意味がある機能を出せたそうですね。はい、なんかタヌキが結構器用に動いてるんですけど、あースタートゾーン。長野は枚数減らしたんですか？減らしました。3枚にしました。3枚にしました。はい。ちょっとまたリトライ入っちゃったんだけど、どうしたのかな。あれですかね、もう18枚だと間に合わないという判断ですね。品川がタイヤの層を合わせて。ここから一気に超えていくところちょっと苦戦してますね。なんか昨日のようにはうまく動いてくれなかったのかこちらとしてすごい残念。あ、こうやってアイアンアップと判定です。まあ判定はちょっと溜める方向で判定は最後で、ね、まあ僕らが食べてももっと聞こえてるかもしれないですね。なるべく喋ってた方がいいかもしれない。あーどっちだーどっじゃあっていう感じなんですけどなかなかこうなると審判の審査員の判定も辛いものがあるんですよね。前日どちらも動いてただけにね。どうしたんだ関東と。あ、てかもう長野さんがこれでエビ両方負けちゃったのかびっくりですね。そうですね、最近びっくり最近強かったんですけど品川さんもちょっと昨日ルールに微妙に引っかかるところがあってあの設置面のルールですね。ちょっと細かいルールなんですけど、まあ、それでちょっと進行方向を急遽変える改造をしてたりやってたのでまあどうだったのかなって。そう、ね、確かに昨日ルールに引っかかるコースに何チームかいましたね。まあちょっと結構お盆が水平じゃなきゃいけないっていうルール、お盆の形とかもしっかりルールがあるのでそれを満たしてないと今後の大会のチームはぜひチェックを、チェックをルールよく読んでねっていう。今までみんなが長野はこの後やるのかな。傾斜の話する長野どうしましょう。ちょっとあれ紹介したいですよ、傾斜の。あれは紹介できるかな。この後やってくれるってくれるかな。だけどそこにいるんで。まあ坂よく見ると水平な面が一箇所あるんですよね。ちょうど坂の前の写真。そこ見せればいい。坂の前の写真なんですけど、この角のところにちょっとだけ水平な場所が、水平な場所、ここをうまく使ってくるっていう。歩道行きますか。そこを使えばロボットがあまり傾かないので、そこの狭いところを狙って走らせる。いや、これ初めて見たって、ここ使うかってすっごい感動しました。もう頑張ってきただけに涙がしょうがない。じゃあぜひ、そうですね、まあ、坂です。こんな感じで、はい、じゃあこちらです。元か塗る塗る赤赤赤のこれですよね。あ、今もしかしたらやる会社にあるかな。あ、まあ、並行してまあ、この部分ですね。
このインコースのこう登ってこう降りるんですけど、ここが水平なんですよね、傾斜の中 で、 で、ね、なのでここを登ってこの狭いところで旋回すればあまり傾きを気にしないで前後の傾きだけ気にすればいいっていう。だから横の揺れの効く体勢がついてないんですよね、長野。今回の傾斜は難しいときはこっちに触れてさらにこう 傾き方向にも触れてくるっていうところがあそこを越える上で難しいところだったので、多分この後実演してくれそうなので見てください。長野さんも最近技術がすごいすごいですね。僕はあれをテストランで見てすごくびっくりしました。そこか。あ、今大会結構いいマシンがなんかちょっと、ね、実力を見せられないで終わっちゃっていくという、まあ出せたものが実力っていうのが本音なんだけど、なんかちょっともったいないですね。もったいないポテンシャルはあったんだけど欲しい。僕らとせっかくいいものを作ってきたんだから、結局半年間がこの3分にかかってるんで。短いですよね。3分がうまくいけばもう3分できる、ね。まあ、こういう時のミスしないようにする秘訣みたいなのは何だと思います。自分はもう操縦者やった時は普段通り動かすように心がけて、普段違うことは絶対やらないように、ここ通るって決めたらここしか通らないとか、なんかそのポイントを決めて今いつも通り動かせてるなって自分の中で安心させながらこう操縦していくっていうのがポイントだったかな。あと自分の空気を作るっていうのがちょっと個人的にはやってたことで、スタートってなんか出遅れちゃ嫌だなっていうのがあるので、3日スタート心の中で一緒に数えて3、2、1一緒にスタートっていう、それを一緒にロボットと一緒にスタートっていうのをやるっていうのがちょっと自分はずっとやってたことです。足でタイミングを合わせたりとか、ちょっとしたあれで会場のタイマーの音と会場のお客さんの3日がずれちゃったりするんですよ。視界がちょっとずれちゃったりタイマーを押す人がずれちゃう、それでもスタートが一瞬遅れるのってなんかかっこ悪いし時間ももったいないんで、ピッピッピッポーンでこう3、2、1スタートってこうスイッチを押せるようにとか、そういう練習も普段からやってたりとか。あ、じゃあこれから長野が動くかな、まあ、できれば頑張ってやってほしいですね。あれは、時間かけるだけの価値があるかな。お揃いの赤い地区大会だと、ね、時間がないんでね、どうしてもちょっと未完成な状態で持ってきちゃうっていうのもあるんですけど、感じは回路のトラブルなんですかね。まあ、電磁弁のロックが外れなかったっていう話をさっきしてませんでした。だからなんか横に電磁弁のロック機構がエアシリンダーのロック機構があるんですよね、 あのマシン。どこに使っているかちょっと危ぶなんですけど、なんか無理やり手入れてでもこううまく説明して動かしてくれると嬉しいんだけど、できるのかな。あ、いけるのかな。一応選手が出ましたね。操縦者も待機してるんで、あやさん見どころなので、これ見どころ、まあ、これから多分ねやると思う。あ、いっちゃいます。いっちゃって、まあじゃっけ正路よりもその越え方の走行のルートをちょっと大胆だったりするんで操縦って、そうなんですか。結構落ちてもなんか戸惑いなくえいって押しちゃうところがあるんで、長野こそ毎年結構頻繁に女の子が掃除やってるんですけど、結構ガツガツいくなっていうのは見てて思ったんですけど、女は度胸な、度胸。いや、あ、結局見せないまま終わっちゃったみたいですね。もったいないですね。ぜひ放送の方、放送でテレビで多分映ると映るとやってくれるといいな、関東の放送の方やってくださいお願いしますって感じで。本当に悔しいよ、できてたことが見せられないのって本当に悔しいし、それが一番悔しいですね、終わり方として。まあ、できてないままできてないのも悔しいけど、できたはずなのにって本当に悔しい。過去の優勝ロボットもどれだけ作り込んでも過去の優勝ロボット全部の試合うまいこと言ったってそんなにいないんですよね。どっかの試合で見せてて、でその試合はたまたま助けられてみたいなところもあるんですよね。はい、経験上そうですね。そうですね。なんかミスったと思ったら相手もミスって、カバー勝てたみたいなある。なんかそういうのって割と運みたいな。まあそれをできるだけ減らすためにどこまで作り込んでくるかみたいな。で作り込んだ上で確率でも勝負する。なるべくそういう戦いですね。やっぱそこまでいくと熱いものがありますね。
あここから1回戦を勝ったチームが東京高専の、アルクロボット、これで2回戦が終わりました。2回戦終わったんですけど、まだ全部は出てない。2回戦初めて同士が終わって、次ここですか、あと4試合で2回戦、まだ2回戦が4試合で、あと4試合あるんですね。あと4試合で全部のロボットが出てきました。残り出てないチームが4チームですか。まだサレジョが出てない。個人的にはこういう山のこの2回戦でポコって出てくるのはすごいやりづらいというか、ここまでずっとこう待機してなきゃいけないんで、もう何時なんだろう、もう2時半過ぎて1時間以上、そうなんですよ、開会式終わってから、そう1時始まりなんで、すごい、これ他地区だとそんなことはないですね。やっぱり数が多い地区なんで、まあね、僕らは14チーム、近畿大会は14チームなので、全部でシードになってもそんなにですね、そこまで待たないと。ちょっと休憩中です。休憩中です。イチオシロボット、イチオシロボット、今ちょっとまだ僕のイチオシロボット出てないので、サーゼが出た、最後に登場ですね。そうですね、最後の取り2回戦、これ2回戦第8試合で僕の超おすすめロボットはレーグル。質問で、他地区で印象的だったロボットは、まあ、今までやってきた全部通して、この九州2014ですよね、2014今年の今までやった、中国地区と、東海北陸と北海道と、まあ、今並行してやっている九州と今の関東と、何かありますか、ね、あったら教えてください。どっかで紹介するかも。ちなみに佐々木さんはどうですか。では中国地区大会をちょっと見に行ってて、大島商船高専の木のロボットが毎年綺麗だったんですけど、やっぱり最近すごい精巧に作れるようになってて、歯車作れた木ですごい作り込みが良くて、あんまりこう高度なセンサーとか使ってないんですけど、操縦者がうまいこと動かして結構いい動きをしてたなっていうのは、全国大会で会えるのもまた楽しみだな。僕はですね、苫小牧高専とパラパラ漫画のロボットがすっごい面白かった。なぜそこでやるっていうのがあって、無限パラパラ漫画がついてるんですよね。そうそうそう、ずっとパラパラ漫画にこうセイロをこうやって運んでるんですよ。エビ両方とも同じようなのをつけてパタパタやってて超楽しいです。さあ、紹介してあげた方がいいですか。そうですね、あーってやってる間に、じゃあサレジオの紹介をします。サレジオの、初めて出てくるので、サレジオ高専のB チー ム, B チーム、ウサギのロボットですね、8輪車輪がついてます、下の方に。でこれが結構こうくねくね動いて角材をしなやかに超えてくれるはずです。ちょっと昨日はあんまりうまく動いてなかったんで、今日どうなるか分からない。期待します。東京高専は先ほどちょっとうまく動いてなかったんですけど、今回はちゃんとお届けしてくれるかなって期待してます。今日全部品川だけかな。最初の相手が東京が2回目です、まあ、さっきは東京はなかなかうまいこといかなかったということで、今回はちょっと安定モードかどっちかがわからないんで、ちょっとうちの弱点で足がくんっていうのがあって、足がうまく戻らないと転んじゃうんですね。角材斜めに越えていくときとまっすぐ越えるときでちょっとバランスも変わっちゃうんで、それをどっちでいくかっていうのが、でもこのテーマでやっぱりここを選んだっていうところは結構あえてのここってすごいなって思ってたんですけど、ネタじゃないですからね。ネタじゃない。勝ちに来てここを、その結果生まれたアイデアがあれ、足を広げる。どうだ、おいおい、ああ一応もう旗上げたんでクリアですね。とりあえず拡大ゾーンはクリア。今までのやっぱチームを見てて、拡大ゾーンで落とすとき大抵止まるときなんですよね。そうそう、あそこで安心しちゃうんだよね。そう、拡大ゾーンを行って止まったときの衝撃で倒すっていうのが多いんですよね。なんで旗が上がるのは拡大ゾーン完全にクリアしたところなので、綺麗に越え切ってから落ち着いた方がいいですよ、他の地区の人。傾斜行きます。ちょっとサレジオは動いてないんで、東京に注目させてください。オムニホイールなんですけど、割とちょっとうまく動きます。さあ、ゆっくりとね、じっくりと、まあ、最初動き始めましたか、サレジオも。
ぜひこの試合は8枚運んでほしい。なんかそう すごいアクロバティックな動きしますけど、セールは。でも落ちないさあ、オムニホイールっていうか、あれは後でちょっと解説入れますけど、結構制御するのも大変なんですけど、うまいこと作ってきましたね、トビオコースで、ハンドでがっちり掴んで、で受け取りをやってで慎重に置きます。8枚いきました。よかった、よしよし。いやなんか久しぶりにエビ両方ちゃんと動いたんであのメンバー、あの操縦者は操縦するのは当たり前なんですけど、他のメンバーがもうちょい前だとか声出してたりするので、声出し大事ですよ。そう、あの操縦者がやっぱり見えないところをそれで保管してあげるっていうのが大事です。やっぱローコンはスポーツなんで、チームプレー本当にちょっと帰りがうまくいきた。どうしたの？いや俺的にはもっと高先生声出してもいいかなって感じがするんですけど、強いチームでやっぱでも声出してますよね。まあ、とりあえず勝ちました東京、よかった。東京高専 A チーム2連勝でベスト8進出を果たしました。最初今回はだいぶ若いチームだった。ちょっと初挑戦のメンバーが多い。初挑戦のメンバーが多いって言ってました。挑戦したのかなっていう。まあ昨日動かない状態から動く状態まで出てたっていうのは褒めてあげたいなと。ハトゾーンから出れたっていうのはやっぱり一歩なんで。次はちょっと置いてほしい。ここもタイヤ自作してるって。そのまな板で。まな板です。偶然にも。偶然にも。さあ次の試合です。バラカート。まあそろそろね絞られてきて、とりあえず荒川は紹介したい。荒川紹介したい。荒川、荒川紹介。はいはい。じゃあ木更津こっちやる。木更津、ああじゃあエビさっきやったやつだから、まあ、そうですね。じゃあ荒川は僕がやります。エビ探すんですけど。あ、いい。まずですね。荒川高専 B チームなんですけど、ロボット名がメイドロイド 3GI と。でなんでメイドなんかっていう話をね伺ってきたんですけど、あ、担当者の趣味だそうですね、あとはそうだな、まあ、昨日の話なんですけど、メイドさんの顔面が陥没してました悲しい。あの装飾が壊れるのが結構ね実は悲しいんだよね。日本人の方が噛むってなんだろうって言って、噛む難しいですね。噛むちょっと時間があるときにどっかで説明しましょう。赤ゾーン、木更津高専 B チーム、ロボット名は二世瓶。時間があるときに木更津高専 B チームは二世瓶。木更津高専 B チームは2回目の二世瓶。さっき6枚1回運びました。2回運ぶポテンシャルもあると思うんで、この試合ちょっと楽しみにしたいと思います。カムの説明しますか？できる。1分あります。1分。カムの説明を1分あって1分で。どうやろう。さあ、続いては作戦としては2往復を狙っていこうということがあります。自信はあるということで、異性のように異性のように勢いづいている木更津高専 B チームです。青の産業技術高専荒川県 B チームは、ね、まあ、分かりにくいかもしれないんですけど、そうですね、佐々木さんが指している方が、まあ、カムなんですね。左側がモーターですね。モーターで歯車でこう上下させるのがよくある。違って、そうですね、まあ、円盤を回して押し上げるみたいな、こう中心がぶれた円盤なんで、こう上がっていくと上の板がこうにょって上がっていくような感じですね。何使われてますかね、あの金魚パクパクするおもちゃとかそうそうそう、あの金魚釣りのおもちゃのところとかカムラね。
あとはなんかマニアックなところでいうとエンジンの中とかに使ってたり、あの金魚をこうやってフィッシングするやってこうやってパクパクするおもちゃがあると思うんですけど、あれの中身、あれは中にこういう円盤が入っててそれで上げ下げしてるんですよね。ハムの一種ですね。と言ってる間に試合が始まりました。荒川13枚荒川13枚対する最初北松が7枚、さっきは6枚だったのを7枚上げてきましたね。あれかもしれない、 7×2 で14、 7×2 でちょうど14って感じですね。あ、なるほど、そういう戦略ですか。荒川は昨日13枚運んでたんで、ここで木更津は攻めてきた。あ、まあ、フェアストリスクが増えるということで、メイドさんも結構スムーズに、ほぼスムーズに来てますね。あのメイド結構やるんですよね。そう、やる方です。さあ、江戸さん、昨日どうだったの？ゆっくり、ゆっくり運べばないと。多くの高専の、振り子というか、お盆を制御する機構は歯車で作られてて、バックラッシュっていうのはガタつきが存在するんですよね。これはカムだとそのガタつきがちっちゃいので、まあ、少し制御しやすいロボットになっているという。今慎重に慎重に慎重に、ここで伊勢海老がちょっと焦りすぎですね。伊勢海老ますね。荒川はすごい冷静ですね。ゆっくりと荒川は、荒川はメカナムホイール、荒川はメカナムホイールという特殊な車輪を使って全方向に移動できるロボットです。オムニホイールって何って言われたら、後で質問されたら答えます。両方超え、これ今千葉県でやってます。両方超えますね。伊勢海老も超えて荒川も超えました。さあ、両校戦、応援も白熱してね。結構応援が今すごい熱気で、そう、産業荒川かける2という、そう、品川も一緒に応援するんで、荒川産業は応援力かける2ですよ。置いた荒川が13枚、木更津が7枚。木更津間に合うかというね。そう、2回目が今から行ける。じゃあちょっと焦っちゃってますね。落ち着いて落ち着いて、まあまあ、落ち着いて。ああ時間が多分動いていない。タイムサーブ。10枚超えるような試合が他の地区で今までありましたっけっていう。僕は木更津 B チームのいいところを紹介します。はい、木更津 B の紹介。木更津 B なんですけど、お盆の気候はまあ大体こんな感じになってて、まあ、普通の、そう、一般的な、傾き予定値ってこう水平に保つ気候なんですけど、まあ、実はこのフレームの先にですね、まあ、これダンプいっぱいダンパーがついててですね、衝撃を吸収するとラジコン用ですね。ラジコン用のダンパーがここにいっぱいついてて、これで衝撃を吸収する。でこのせいでその坂をガッて登った時とか、角材をガッと積んだ時とかの衝撃を吸収して落ちないと、まあ、こういうダンパーを入れてる光線っていうのは木更津光線のみですね。今回は、まあ、本人なり聞いたらこれがなかったら落ちるそうなんで、効果はあるということです。7枚挑戦してきたけど2回目がいけなかったっていうのは結構声が枯れてきたんですけど、もう最初から結構辛いことになって結構僕たちもしっかり準備してきてます。街道のネタがあるとか負けない、ね、まあそれだけしっかりしてるのに、しっかりしてるから勝ちそうですね。まあ、僕ら回廊、今年回廊面もちょっと注目しようかなと思って、
回路面の取材もしてたんですけど、まあ、取材をしてネタがあるところがまだ全部負けてないという。すごい偉い。それはいいこと。やっぱりそういうとこはそういうノウハウがやっぱりあってる。基礎技術というかベースなる技術がしっかりしてる。ミスしないための設計とか、まあ、ある種の証明になったのかなって。ここまで負けないとは4チームですかね。4チームよしで全部負けてないですね。オムニホイールです。オムニホイールってこういう車輪です。続いて2回戦の第7試合に参ります。普通のタイヤはこういうただの円盤なんですけど、オムニホイールってこういうローラーがいっぱいついてて、普通の車輪と違って横にこう動いたりできるっていう特殊な車輪です。なんで持ってるんですか？これエンジニアの必需品ですよね。まあね、持ってるよね。一家に一台みたいな。二人一台。え、持ってないのみたいな。持ってないの。ちょっと個人的に中国から取り寄せました。持ってるの。あ、皆さん持ってるってこと。サレジオ A。はい。あるはい、じゃあ最初一貫に1個じゃ役員。最初構成ですね。じゃあ紹介これだ。ちょっと待ってください。これです。サレジオ構成キャリーサルサル。タミピアンじゃない。サルサル。でも名前の通りサルです。結構可愛いデザインで、まあ、オーソドックスなロボットなんですけど結構無難に動いてくれると思います。こう正路を安定化させるのに、こう水平を維持するのに、まあ、ジャイロを使っていたり、あとは受け取りロボットが動く機会があると思うんですけど、受け取りロボットはなぜか歩行ロボットだったりサレジオらしいロボットですね。そうですね、昨年の流用と言ってます。流用ですけど。でこのサルの外出をここのデザイン学科の学生が協力してくれたそうです。あとは傾斜まで行くとちょっと猿っぽい感じになります。3、2、1、出発。さあ4枚10枚ですね。さっきは6枚、小山がさっきは12枚ですね。ちょっと減らしてきましたね。そんな確実に行こうってことですかね。10と猿早い。同じぐらいですね。こう猿の手がちょっと上でこう頑張って押さえてる感じ。スケ触っちゃダメなんだ。ああいう立体造形されてる外装ってすごいいいなって思うんですよね。小先生も一枚板貼って絵描いちゃったりするから、ダンプラグラダンに猿の絵が描いてあるとかじゃなくて、こう綺麗に尻尾が重りになってるっていうのが、なるほどね。後ろ向きとかありなしちゃいけない。何かから逃げてるのかもしれない。後ずさってるみたいな。小山は10枚で安定してるな。安定してるな。さっきは運べましたっけ。さっきは運べなかった。ここで終わったんですよね。ここで終わったんです。受け取りが動いてなかったんですよ。今度こそ受け取りが受け取りましたね。受け取りましたね。小山なんか下がチカチカ光ってるのがすごい気になるんですけど、何なんですかね。ウィンカーみたいなやつ。小山が10枚と10枚来ました。10枚だと今は3番目ですね。13の10ですね。18、13、10は2つ目。まあ猿も一生懸命頑張ってもうテレアワーをしながら、あー、落ちない。つらいです。小山はちょっと変なところで入っちゃったけど、動けるのかな。あれ小山のあの応援なんて言ってるんですか。俺知らないです。今回聞いてないです。
小僧、まあ間もなくね試合が終了という、なんか変な動きをしてるけど、あ、ごめんなさい、終了です。さあ次が2回戦最後の試合ですかね。ついに来ましたか、マイフェイバリットの木更津映画の時間がやってまいりました。マイフェイバリットの紹介戦岡山やっております。長い時間をかけたければ好きなだけじゃない、まあ行きますか、まあ、あんまり写真は撮ってないんですけど、まあ、とりあえず外観を行きます。木更津高専の A チームということで、マシン名はデマイエスカルゴと、まあ、エスカルゴとついてるだけに、まあ、こちらカタツムリと、まあ、本人たちはカタツムリが速いと意外と注目してほしいとのことだったんですけど、まあ、特徴すべきはねここの車輪ですね。まあ、こういうスパイラル状の螺旋状のタイヤを使ってて、これがタイヤですね。ネジみたいな。なんでこんな形してるんだろう。まあ、これうまく使って角材を越えていくと、あんまり速くはないんですけど、面白いですね。まあ、本人はこれはバネを参考にして、螺旋の構図を造形したと。で、まあ、これタイヤはもちろん自作で、まあ、自分たちで樹脂を成形して、まあ、作ったということ。あの立体造形を作ろうっていう、なんか行こうっていうところになるのがすごいなっていう、結構難しいです。普通のアルミの板とかからじゃ絶対に作れないような形。結構そのこんなのできたらいいなってロボコンやっていたアイデアが出ても、いや作れねえよこんなのよくありますね。そうで、それが大会にいるともうやられたっていう。あのさっきの伊勢海老もそうなんですけど、あの立体的な外装を作ってますよね。なんかあれはコスプレに使ってるウレタン製のボードを使って、こう熱して形を整えて冷やすと固まるようなこう材料を使って、3次元の立体的な外装を作ってると。だからそうですね、あのカタツムリがついてるんですけど、ちゃんと殻の渦巻き部分ってちゃんと立体なんですね。綺麗な立体で、あんな絶対僕らがやったらこうプラダン貼って、マジックの渦を作るおしまい。すごいですよね、その辺こだわり。はい、で、その相手になる三義品川の大車輪一音式、ちょっとさっきはうまく動いてなかったんですけど、次の試合どうなるかなっていうのを楽しみにしてます。まだちょっとね、マイク近づき、いや多分僕らの声が相対的に下がってる、下がってる、疲れてる。荒川 A です。1試合飛ばしてました。荒川 A は江戸っ子うさまるうさぎさんロボットです。2回目ですね。さっきの試合はちょっとうまく最後まで運べなかったですけど、次はうまいこと運んでくれるかなと期待しています。先ほどセンサー不良やったところ、センサーがそうです、光でちょっと当たったしちゃった、この時間間に直してきたかどうか、結構時間は1時間ぐらいあったと思うんで、調整してきたかどうか期待でした。はい、3回目です。じゃん、応援タグ募集してます。応援ツイート募集してます。この3種類のハッシュタグを、まあ、つけてつぶやくと、まあ、ライブストリーミングの方で紹介、応援ツイートということで紹介させてもらいます。ぜひぜひつぶやいてください。どうしました、上げたら近づけられる。さあ2回戦最後の試合ですよ。これで全チームスタート出発だった、ごめんなさい。さあ7枚対8枚、出前です。出前すれば三義荒川の勝ちですね。
まあ、2回目いけるかどうか。まあ、荒川はさっきセンサーの不良があったってことなんですけど、まあ、今回はどうなのかな。こういう時に直してきた、直してきましたね。さあ、ここで注目の、今回は変な動き、注目の拡大、注目の来ます。おちょっとゆっくりになってるんで、もしかしたら安全を取って何か手を加えたのかもしれないですね。今すべて超えましたね。違う、それはちょっと違うぞ。彼らの本来の動きと違うけど、なんか超えていった感じが違う。それは君の動きじゃないぞって思いながら、でも棒は倒れない、棒は倒れない。荒川は、あ、場外に来ちゃった。さあ皆さん、ここからカタツムリですよ。カタツムリです。足に注目、足に注目です。足に、あ、そうじゃないんだ、そうじゃないんだ、もどかしい、違う、違う、それじゃないんだ、そうじゃないんだ、それじゃ意味がない。荒川の方もね、ミスって3リトライということで、ちょっとずつカタツムリも、木更津もたまにちゃんとした動きを見せて、ああちょっと違う、違う、それは君違うっていう感じ。惜しいですね。今綺麗、ちょっともどかしい動きをするけど、こううまくネジで避けていく感じですね。あー、うまいこといってますね。そうそうそう、こんな感じするってことあるんですね。うまいです。個人的にはこのコスプレ用に作ったダイソーも注目。そうだね。あ、ちなみにこの外装、本間は四隅にあったらしいですけど、あのこの振り子機構が仕様変更によって2体は下ろすことになっちゃった。かわいそう。荒川の方は角材は超えて坂がうまいこといかない。昨日は傾斜もクリアしてたと思うんですけど、ちょっと今日はうまく動いてないみたいです。あ、もうちょっと真ん中で加速度殺せばいいですよね。なんかスッと行っちゃう構成多いですよね。じゃあ、そうなんです。何かあそこでこう耐えられる、そのなんかこう度胸というか余裕がある。まあ、両チーム苦戦しているところですね。また、お、荒川はクリアした。荒川は最後傾斜クリアしたんで、これで審査員がどう判断するかが難しい。荒川か木更津か、こうちょっと難しい判定になるのかな。このブロックのちょっとゼロが変わる。そうですね、予想に反してますね。ちょっとゼロが多いですね。あ、僕らはためとく方向で。さあ、どっちか。さあ、とりあえずここで判定が出たらちょっと振り返りますか。まずは木更津でしょうか。まあ、これで荒川が勝ってしまったということで、木更津はちょっと、まあ、行った距離がやっぱり優先されるのかなと。ああ、木更津のこの足なんですけど、 FRP で成形してあって、まあ、普通 FRP って中にガラス繊維を使うんですけど、まあ、ガラス繊維は危ないからということで、なんかフェルト繊維を代わりに使った。面白い、面白いですよね。なんか代わりに使うって。それでもうまくいった、十分うまくいったよと、まあ、報告をいただいておりますと。皆さんよかったら真似してあげてください。ちょっと今ちっちゃい子が映りに来て大丈夫、映りたい、映りたいですかね。カメラがあると気になるんだ。こう先生だって映りたがりやますからねこのタイヤ面白いよ ね。よく思いついたと思う。まあ、これなんかいろいろ試作して8個目ぐらいとかいう噂を聞いたような気が、あ、うろ覚えですけど、まあ、本当に一発でうまく動くかっていう、そういうわけでもない。そうですね。なんか、まあ、形状とか大きさとか、ピッチの、まあ、ピッチの、まあ、リードの長さとかいろいろ変えて、うん、最初にこの形に行き着いたそうです。さあというわけで全チームで、ここでね、で休憩ということなんですけど、まあ、ここで
何賞、出前迅速賞でしたっけ。まあ、出前迅速賞の投票タイムとなりましたので、あとニコニコ動画をご覧の皆さんもぜひストリーミングのページから投票っていうのは右の上の方に確か出前迅速賞っていうのがあるので、それを見つけてクリックして今まで見てきた中でこれは好きだっていうのと投票してください。してください。しましょうか。で、まあ、僕らも今から投票するので今紹介されてますね、応援ツイートが会場で。みんなでスマホをポチポチする品川最初のリトライが勝ってたなというね。何でしたっけ。俺もロボコンから見てもうこうみんなググってるっていうのが検索をかけてから行くっていうのが高専ロボコンから行けばいいですかね。高専ロボコンストリーミングってそうじゃないんだ。そうじゃないんだえさっきのカタツムリの話あ僕らがそうじゃないんだって言ったのが面白かった。まあ、あと15分休憩なのですが、ニコ生は休憩しません。ちょっとトイレに行きたいです。皆さんトイレに行ってください。僕がこの間は、頑張って投票をと格闘しとくんで喋らないちょっと一人ずついなくなる感じで、はい、いや、いいですよ、二人行ってきていいですよ。いいそれも投票したら行きます。あこれはどこで投票するんだ。右上の方にない。あ、皆さん投票してくださいね。投票してください。いや、ニコ生は止まりません。止まらないんですよ。使用です。止めれないんですよ。使用です、ライブに一回行かないといけないですね。行かないといけないんですかね、これは。ちょっと待ってください。投票画面ある。右上にない。アンケートならアンケートのその右上。デマイジン速賞のこれですね。まずストリーミングの右上だ。右上ですね。ストリーミングのと関東甲子園地区大会を開いて、その右上で出前人食堂というなんかタブみたいなのがあるんですよね。 そこでできると。まあ僕はマイフェイバリットロボットに見えない無理だ投票しとくんでどうしようかな。この時間を使ってちょっとなんかいろいろ、まあ投票が終わればね、まあぼちぼちと今はね振り返りなどしつつ、とりあえず今ちょっと電卓を叩きつつ何枚運んだんでしょう。僕は投票が終わりました。さあここで、まあ、休憩時間になりながらね、まあ、この休憩時間でこうベスト8を控えてる選手と、まあ、ここら辺の OB がねこう頑張るよみたいなこと言いに来るんですよね。そうです。で今何試合12試合で86枚100枚いくかな。いくでしょう。いくね。1試合あたり7枚ってなかなかハイペースで来てます ね、 そうですね。ちょっと電卓持ってきてます。完成電卓さて、まあ、ここで会場の清掃をしつつで、この時間って何やってるのっていうストリーミング見れないんで、何やってるかっていうとフィールドは掃除してます。お客さんは休憩します。まあ高専生自体何してるかって何もしないですね。逆に別に休憩だから何っていう試合までの間ちょっと時間がありますっていう感じで、まあ整備があるところは整備して休むところは休んでって感じですね。ファーストミュートは慌ててる感じのところはないのかな。はいですね。まあ、結構勝ったけど壊れたっていうチームもあったりするんで、そうするともうまあ、この時間にあれですよね、技術交流をしたりとか。そう、ね、ここで仕入れた情報が来年の糧になったりしますからね。休憩中に、まあ、皆さんもね、ずっとやってて見て疲れてるでしょうか。バンバン休憩してくださいと。髪ありました。休憩中の髪ください。まあいいんじゃないですか。休憩中に代わりに何か置いていきたい。ありました。高先生の椅子。あれうちの高先生の。なんだったっけ。うちの高先生が言ってた。エンジニアの何だったかな、忘れちまった。エンジニアの基本か分かんない。エンジニアの基本の一つに関数電卓を必ず持ち歩くこと持ち歩くことって僕らの先生の教えですね、
あと2個ぐらいあった気づいてる。あと2個、なんか3つあったよね。何だったかな、思い。あ、いろいろある、格言があるよね。最初の女はスルーと。関係ないよ。いやいや。先生やって。まあまあ。気じゃないんだな。何やったかな。何やったかね、忘れちゃったね。まあガス出たからそれから毎日持って歩くようになっちゃいましたけどね、僕も。財布に抵抗入れてる。高先生がなんかいろんな、どうします、僕らの遊びの話しますか。遊びの話ですか。例えば、例えばロボコン中にと、まあ、ロボコン中に僕ら結構遊んでるんですけど、例えば食パンをヒートガンっていう強力なドライヤーみたいなやつでこう焼いて食ったり、あとは何ですかね、こう棒についた丸い飴があるじゃないですか、まあ、僕はちょっと商品名が言えないんで言えないんですけど、まあ、なんちゃらチャップスですね、まあ、あれを電動ドリルの先につけて高速回転させながら舐めてめっちゃ早くなんかうおーみたいな、まあ、あれすごく口の中がえらくなるんで、えらくなるんですね。めっちゃここ甘いんですよね、まだ甘いしみたいな。何の話で、そういうくだらないことばっかり僕はしててね、バカだなと。あとは何やったっけ、伝次郎先生の実験とかね、ああいうことになりましたね、結構。ガムテープを引っ付け合わせなんですよ。ガムテープ引っ付け合わせとか、何やろ、あとは何やろ、あ、ガムテープもやったね、あの、ガムテープってこう、ベリって貼って、こう、バリって剥がしたら光るんですよね、暗いところで。それを大会直前の深夜遅くまで学校に残ってる時に、みんなでわらわら。わらわら。あの、みんなで裏のこう、なんか物置に入って鍵閉めてこうバリバリとおーってみんなやるんですよ。あれ引かなかったよ、結局。引かなかった。そうそう、僕らバカなことばっかりやってたんで。深夜のテンション、深夜のテンション、なんで光るの、なんか塗料の化学反応でしたっけ、あれ光るような、光らないような、あのガムテープ光るみたいなことで検索したの出ると思うんで、あの皆さんね、もしよかったらあの裏の納屋とかに入って締め切ってね、ガムテープバリバリやってください。ピカピカ、あの1回だけ光ったんや。そうやったっけ。すごく楽しい時間になるので、なんか面白い遊びですか。あんまりこうオフィシャルな場で言っていいものか。まあ危なくないものだよね。いやまあね、ロボットを使って、まあ、自分やってた時は飛ばす系のロボット多かったんで、やっぱりボール以外のものを飛ばしてみようみたいなことで、でもあんま大会前にやろうみたいな感じはなかったですね。うちは割と終わってからはちょっと遊んでましたけど、あの包んでポンのやつ、包んでポンのやつは例えば何を飛ばしたりとか、まあ、あのバレーボールがあるんですけど、その競技の時はアメリカンフットボールのボール使ってたんで割と重かったんですけど、それより軽いバレーボールならもっと飛ぶんじゃねえかっつって、でゴムを結構強めに巻いて体育館の端から端までこうにロボット配置してバスケットゴールをこう狙ってこうバスバス、楽しいですよねそういうの。結構ロボットとかフィールドとか使って遊ぶんですよね。あの僕らが入学した2006年ですか、ふるさと自慢の大会で、はい、こう最初にこうお堀っていうなんかちょっと段差があってそこを越えて、うん、今と同じようにこうオブジェクトを落とさないで運ぶみたいなルールがあったんですけど、あのある夏誰かがスイカを差し入れてきて、あのこれこのコースでスイカ割りしようぜみたいな感じでこう目隠ししてこうやってね、スタートからゴールまでスタートってこうやってお堀を越えてこうやって最終的にね、まあ、スイカ割るんですけど、スイカ割るのもこうアルミカップパイプでこうバッて割るんですけど、まあそうしたらあのパイプってあんまり物を叩くのに適してないんですよ。だからこう綺麗に割れずにあのパイプの柄にそこだけボコって監督が陥没して食えねえって汚いって言われる。何度も調子練習の時ロンリウムとか敷いてましたね。さっきコメントでロンリウムが毛布とか流れてきてるのかな。毛布、ロンリウムは確かにあったかいですけど、ロンリウムよりは布団どうだろうね。あのスタイロフォームっていう、まあ、調子名言っちゃったんですけど、あの発泡剤、発泡剤わかります、はい、あれをロボットの外装とかによく使うんですよ。今年だったらあの、まあ、今年のでっかい車輪のロボット、ね、あれですね、長岡の車輪のロボットに使われたりするんですけど、外装とかに使うんですよ。それをなんかいっぱい切ったらすごいクズが出るんですよ。それを全部あのゴミ袋に詰めて中に入って断熱材なんで超あったけみたいな、やばいやばいやばい、あったか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 みたいな、何をしてんねん。何をしてんねん。いや僕はそんなことして遊んでばっかりでしたから。いやいいですね、断熱材すごいなみたいな。
効果を身をもってしてるみたいな。僕らは大きな顔して毎日が実験ですから僕らは。そうですね、割となんか遊びからアイデアに発展することが多いですよ ね、 なんかそういうしょうもないことしてるときこそなんか意外といいものが見たり、ね、今年なんか一回見に行ったら後輩がなんかなんていうんですかね、せいろをこう板みたいなやつに積んで置いてそこに棒を伸ばして慣性力とか言ってくぶんでこれで落ちねえんじゃねえみたいな。まあさすがにアイデアとしては実装されてなかったですけど、うん、でもなんかふざけてやったらいけたみたいなね。いや僕らも何やったかな、2008年に狼型のロボットを作ったんですけど、でその時こう曲がる機構がどうしてもうまくできなくて、うん、で最終的になんかこう重りをブンブン振り回してこうやって頑張って回るアイデアなんですけど、それもなんか最初いやこれマーシャルいけんちゃうみたいなことふざけて言ってて、誰かがこう携帯を回して始めたんですよ。じゃあなんかうまくいってここいけるやみたいな言うてる直後に、うん、ここ行け行け行け、これしょこれしょ、オッケーオッケーみたいな聞いてよね。あとたまにこうノリでやっててそのまま止まらなくなるとかありますね。あの僕ら2010年に鍵のロボットを作ったんですよ。あ、わかります、あれはもう、うん、超印象的。すごい受信が高くてあのロボットこけちゃうんですよ。あでまあその時はもう時間もなかったんで、まあ、とりあえず下に重いもの積めばいいよねみたいなで積んでたらこうどんどん重くなっていって、あれ鍵の方は重りの重量制限はなかったなかったんですよ。なんかだから60キロぐらいあるんですけどもうなんか最後ら辺はもう重り積みたかったもんね俺らよし積もうみたいなバンバン積めばいいやみたいな、まあ、最終的にこう倍数を積んでたんですけどね、万力を鉄の塊の3つぐらい乗ってたみたいな最終的にこう物質中のこう万力を僕らがマシンに積んでしまってあれどうやってんの反対チームの高校入り先輩バイス使いすぎっすよ、僕らバイスって僕ら使うバイスないじゃないですかってめっちゃ怒られてまあこういうことばっかりやってるんですよ。まあでもこういうのがアイデア発展したりするので、最初はなるべく柔軟にやった方がいいですね。ゴールデンウィークあたりまではバカなアイデアを混ぜると結構面白いですね。懐かしいなって懐かしいなって言うところだからあれは多分奈良高先生だと思う大畑ちゃうかなと思う、僕も大畑だと思うんですけど言ってもうたな、あのはやぶさを作った時の3人目のメンバーですね。バレテーラ、バレテーラやっぱそうだった暇人目まあ、あとハヤブさんの時にホバークラフト作ったのも楽しかったよ。あー支度でホバークラフト最初はホバーやって、まあ、ホバーをずっとやってて結局使えなくてボツにしたんですけど、ホバーを作って実験してる時はあの年で一番楽しかったです。あ、割と試作でボツになっちゃうみたいなのは多いんですかね。そうですね、やっぱ試作で結構いろんなとこ作っててこのアイデア今20チームありますけどこの裏にはやっぱボツになる試作って何十とあるんで、なんかうちは割となんかもう結構がっつり決め込んで作る前に、まあ、試作はするんですけど、まあ、簡単なやつしかやらないで、そういうなんか途中で大きな方向修正が、まあ、なかなか入った年はちょっとなんか最終的にグタグタになっちゃう。やっぱりじゃあ最初に考えたんでやっぱりある程度勝ちで行くっていうのが、まあ、今までのスタイルっていう、まあ、今年もあんまり作り直ししてないみたいでびっくりしました。最初行った形がホバーは今年は飛行ですよ。あ、今年のルールではね。ルールではね。まあ、ホバークラフトって結構簡単にできるんですよね。簡単なのかな。え、いや、掃除機をばらしてつなげば動くんで。あ、ストリーミングついてますね。もうそろそろ。もうそろそろ。これやつしろ、これやつしろ。準々決勝。次はベスト8。準決勝か、ベスト8、あ、次はどっち、ベスト8、そうだ、8チームあるからベスト8、8ですね、はい、これから紹介どういう感じで、まあ、まあ軽く見せてもう終わりであとは試合見ましょう。群馬、次の試合が、群馬 B と東京 A、 B がどっちもだるまとあの足のやつ86ですね、最大は。ただ、どっちもあんまりね、
うまくいってない感があったので次はビシッと決めてほしいところですね。クーマン B は最後まで運びました一回6枚運びました運びました、はい、まあそろそろはもう運んだ実績のあるチームが残るようになってきたのでそうですね、まあそこだけですね。でもここもポテンシャルは高いですから、はい、コメントを読みながらあんま流れてないですけど3回戦九州流してみるか九州だと3回戦ってことはもうあれかベスト8が終わってベスト4が出揃ってる感じですかね。あしかし綺麗に色分かれてるなあかんとなんでこんなカラーえこれはもうずっと何年も前から伝統的に、うん、小山は伝統的に黄色ですし東京は伝統的にオレンジですし長岡はピンクもそうですし俺が知ってる限りだと青 あれもずっと前群馬も青ですね。茨城もネタがなかった茨城も赤でしたっけ伝統的に茨城割と赤だった気がする。あのじゃあカラーは割と伝統的に青なんですか。なんか俺が知ってる限りではそうなんですけど茨城赤で東京オレンジで小山黄色でこんな感じですごくカラフルです会場が狙ったかのようだそうなんかグラデーションもね綺麗になんで今年こんなにすごいんだろうっていうぐらい綺麗になってる測ったなみたいな。九州が30とこれさ並び替えとかないこの配置にデザイン賞をあげたいぐらい。まあどうするもう目で見てこれ取れるっけ。あちょっと下から探してきます。なんかあれ両面貼ってんだっけ。付箋とかあればあごめん忘れちゃう。すみがないデブとされてるんだった今付箋ぐらい持ってくればよかったの。まあ探せばまあてか基本前から、はい、あ、そっか、まあ、間に合う。まあそろそろねロボットのセットアップも終わりつつってことでちょっとそろそろ始まるんです。知り合いに捕まって